はい、皆さんこんにちは、グラワーティストシンです。今日はストムちゃんです。どうもストムちゃん。何の前までスーツ着てきてるの？いろいろとあるんですよ。いや、今日気合い入れてこれからカラオケの撮影に行くんですよ。違いますよ。だからスーツ着てきてるんです。違いますよ。で、今日はストムちゃんいつもカラオケばっかり歌ってるんですけど、今日はダイヤを使ったミニブーケをストムちゃんに作ってもらいます。今日はあの茅ヶ崎のヤンキーの子かわいいブーケを作ってくださいよ。ヤンキーじゃないから。じゃあ早速見ましょう。お願いします。どうぞどうぞ。イメージがここにかかってます。まずドラスがバラしました。ああ恥ずかしい。丸めていきます。止め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 ます。これ今日はものすごく長いんですけど、これもちょっとバラさせていただいて、こちらも丸めていきます。まとめていきます。長澤まさみ。長澤まさみ似てるじゃん。はい、まずダリアです。でダリアを、まあ、ちょっと段違いで持ちます。で、実は花これしかないので、あとはまずグリーンをどう使うかなんですけど、今日はダリア2本とグリーンでどういうかわいいのができるかっていうのがね、ですね。あんまりやったことないですよね、ダリア2本って。いや、バランス取りにくいよね。すげえ取りにくいですね。だからダリア2本にしたんだから。すげえこの無茶ぶり感がね。むしろこのスーツでまずこのなぜ花束を着なきゃいけないのかっていう。もう初めて今日スーツの姿を見たときにあの嬉しそうな顔が。ねえ、すっげえもうにこやかな。また来たのスーツで。またやる気なのみたいな。なんなんだろうね、あの笑顔。やっと今にできるんですけどね、こうしゃべって。できました。はい、めちゃくちゃ収まってる。僕可愛いから。立った。あ、乗った。できました。はい、できました。じゃあちょっとそのブーケを寄って見てみましょう。はい、ストムちゃん出来上がりました。えい、すごい、すごい可愛い、すごい可愛いミニブーケができましたね。超可愛いですから。あっという間でしたね。気が先のヤンキー、ヤンキーの割に。ヤンキーじゃないです。初めは遊びのつもりだったんですけど。なんなんだ。そんなことなかったよ、なんでしょう。何やらせるんだよ。まあ、すごい技術の持ち主なんですよ、実は。なのにいつもいつもおふざけばっかりで使ってるんで、これからはこのお花を作る方でも活躍してもらいます。ぜひよろしくお願いします。お願いします。次はもうスーツはありませんので。いやいや、今日これからバッティングセンターで取りに行かないですよ。バッティング取りに。これスーツ切れちゃう。バッティングセンター。ブチッ。ではまた。